浜松市広報アワー。さあ始まりました浜松なるほどアカデミー、ついに4年目に突入しました。これからも分かりやすく見応えのある番組にしていきたいと思います。いやー、学園長あっという間の4年ということで。本当ですね。今までいろんな授業をお届けしてきましたけども、これからもまたよりパワーアップした授業を熱苦しくお届けしていこうかなと思っております。はい、さあ早速なんですけども、今回も大ニュースです。大ニュース、はい、何でしょう。天浜線、天竜浜名湖鉄道が今月全線開通80周年を迎えるんです。学園長、この天浜線の前身となる国鉄二俣線ってご存知です、うん、もちろん知ってますよ。私は誰だと思ってるか。失礼しました、はい、そうですよね。その国鉄二俣線時代から引き継がれて天竜浜名湖鉄道になりまして、まあこの今でもですね、地域の重要な足として大きな役割を担ってるんです。二俣線の時には蒸気機関車が走ってたんですよね、うん、はい、そうですね。まあでも知らないこともたくさんありますね。ありますよね。というわけで今回は開通80周年天浜線の魅力をお届けしていきます。さあ始まりました浜松なるほどアカデミー。今回から私、桑原桃奈が皆さんと一緒に授業を受けていきます。今回は全線開通80周年天浜線の魅力を再発見、なるほどというお話を存分にお届けしていきます。浜松なるほどアカデミー。今回の時間割はこちら、盛りだくさんの内容でお送りしますよ。まずは1時間目、学園長駆け込み乗車はおやめください。駆け込み乗車はおやめください。びっくりしたけど似合ってる。似合ってるんですか。いい感じ、いい感じ。さて、天竜浜名湖鉄道天浜線なんですけども、まあ、この番組でも何回かね、取り上げているんですが ね、はい、で今回は皆さんが知らない天浜線の80年の歴史を振り返っていこうかなと思います。はい、冒頭に出てきましたけど国鉄二俣線なんてね、はい、言葉も出てきましたもんね。ありましたね。さあそこでですね、天浜線の歴史をこちらドン、分かりやすくまとめてみました。まず天浜線は昭和15年6月1日に掛川駅と新所原駅間を結ぶ単線鉄道国鉄二俣線として全線開通します。そしていろいろありまして、その後国鉄改革によります廃止されることになった国鉄二俣線、地域の存続の声に応えて昭和62年第三セクター鉄道天竜浜名湖鉄道として再出発することになったんです。はい、門戸先生、いろいろありましてってざっくりまとめすぎじゃないですか。ちょっとかなりちょっとざっくりまとめましたけども、うん、安心してください。この後私がしっかりとまとめてあります。桃奈ちゃんもしっかりと見といてよ。こちらご覧ください。はい、門戸先生、しっかり学んでいきます。今年6月、全線開通80周年を迎える天竜浜名湖鉄道天浜線、掛川から新所原を結び、地域の大事な足としてなくてはならない存在。そんな地域の住民に愛され、この80年という歴史を走り抜けてきた。昭和6年、満州事変が起こり、日本は戦争へと歩んでいく最中、浜名湖北岸にある計画が浮上した。それは東海道本線の迂回線路として掛川から新所原を結ぶ路線を作ることだった。そして太平洋戦争が始まる1年前、昭和15年6月、国鉄二俣線が開通した。現在の天浜線の前身だ。当時のことをよく知る交通政策家の富田さん、国鉄二俣線について語ってもらった。東海道線っていうのは天竜川の橋梁であったり浜名湖の橋梁であったり、まあ、橋梁という弱点を抱えていた。そういった弱点に対して迂回路が欲しいんじゃないかという考え方の中でこの計画がなされたということです。掛川と森の間が開通しています。でこれを二俣線の東線というふうに言ってました。昭和13年には今度
新所原と三上の間が開通しています。こちらは二俣線の西線というふうにだんだん整備されていって、金指と森の間を含めて全線が開通をしたのが昭和15年、今から80年前ということになります。全線開通時の駅は掛川から新所原まで21駅、西鹿島駅で現在の赤電として知られている遠州電気鉄道、金指駅からは奥山線に接続、浜松と奥山方向寺とも結ばれていた。昭和20年8月、日本は終戦を迎えた。国鉄二俣線は客車と貨車を連結した混合列車として使われるようになった。そして昭和40年、国鉄二俣線の最盛期を迎える。全線に従業員350人、年間輸送旅客数は500万人という活況を呈していた。国鉄二俣線に魅了され50年写真を撮り続けている村木さんに当時の様子を聞いた。朝に二俣を出て、まあ、豊橋行く下りの客車の列車があったんですがね。でその列車っていうのは夕方にまた豊橋を発車して二俣へ戻ってくるという、まあ1日1往復の客車列車だったんですが、まあ、これが好きでね、まあ、その客車の列車を中心に撮っていたと。まあ、日中はもうその機関車が引く客車の列車っていうのはなかったもんですから、まあ、貨物列車が中心になるんですよね。金指の駅の 1.3 キロほど北の方にあのセメント会社がありましてね、製品を金指駅まで引っ込み線で持ってきて、それを全国に出荷されていくと。これがあの二俣線のメインの貨物だったんですよね。この山越えをする時のその機関車の迫力、すごい形相でというかその迫力で、登ってくるわけですね。当時の映像が残っていた。二俣線の難所といわれる宮古田宮口間の峠越えをしなければならない。列車によっては金指から後押しの機関車がつくのだが、セメントなどを積んだ重い列車を運転する乗務員は真剣そのもの。昭和37年、道路が整備されるなど急速なモータリゼーションの発展により旅客数が減少、時代の波が国鉄二俣線を飲み込み始める。昭和46年、3月いっぱいで亡くなる蒸気機関車を撮影しようとするファンや沿線の人たちのために、3月中の日曜日ごとに蒸気機関車の引く臨時列車が運転された。時代は塩害などの問題により蒸気機関車の引退を余儀なくされ、昭和46年3月、国鉄二俣線から蒸気機関車の有志が消えていった。亡くなるっていうとね、何でもそうですけどね、今まで日常的にあったものがね、亡くなるっていうのはなんかそこにこうぽっかり穴が開くというか、あの SL の方がより、なんて言いますかね、この人間が作り出した機械の中で一番人間臭い機械って言われてるんですよね。機械っていうとやっぱり無機質なね、そのなんか感情のないそういうものを想像するんですけども、その SL こそ手がかかるだけに一番人間臭い機械ということで、撮る側としてもそれがやっぱり伝わってくるんですよね。 SL が引退しディーゼル気動車が入り運行を続ける中、昭和59年、国鉄の経営が悪化、国鉄二俣線の存続が危ぶまれた。懸命に利用客獲得を目指すが、廃線かバス路線への転換が求められた。この鉄道をもう廃止してしまうのか、それからバスによる代行に切り替えていくのか、あるいは第三セクターという形で運行を続けるのか、そういったあの選択を迫られたことになります。で結果的にあの皆さんはあの第三セクターとして運行を続けるという道を選んだんですね。でこれは非常に大変重い決断をされたというふうに思います。そういったその皆さんの努力が実って、昭和62年の3月の15日に、
新しく第三セクター天竜浜名湖鉄道株式会社としてこの国鉄の二俣線が引き継がれていくということになります。国鉄二俣線は地域の存続の声に応え、昭和62年第三セクター天竜浜名湖鉄道として全線が再出発した。新たな一歩を踏み出すため車両のボディカラーは沿線の特性と社名のイメージアップを図り、オレンジ、グリーン、ブルーの3色を基調とした。さらに開業後より11駅を新設、現在の39駅となった。国鉄二俣線時代とは異なり、従業員一人一人が意識改革がなされ、盛り立てていくことを心がける方針に変わった。現在は文化財の駅舎をはじめ11駅にさまざまな飲食店や1日1組限定受け入れのホテルなど、環境時代の変化に合わせて地域活性化に取り組んでいます。蒸気機関車が走っていた国鉄二俣線の時代から現代へ受け継がれた天竜浜名湖鉄道、現在も地域の足となり多くの人を運び、そして時代の歴史となる足跡を残す貴重な資産の二役を担う列車となっている。いかがでしたか、学園長。いやー、やっぱりあの蒸気機関車の映像ってすごい迫力ありますよね。そうですね。そして、あの SL 時代からこうディーゼル気動車にこう移っていくっていうのもね、歴史を感じますよね。いやー、時代の移り変わりっていうか、あの風景もね、またね、趣があって、はい、いいですよね、懐かしいなんていう方もいるかも。さて、続いてはですね、皆さんにお家にいてもこの天浜線の気分を、うん、体感していただきたいということで、はい、天浜線からの絶景ポイントを紹介していこうかなと思います。こちらです。はい、天竜二俣駅をスタートし、目的地は三日日までを疑似体験していただこうと思いますので、皆さんも天浜線に乗ってるつもりでこちらご覧ください。どうぞ。天浜線の車窓から。今回は天竜二俣駅スタート、桃奈ちゃんも一緒に体感しよう。門野先生、ここからみかんの町三日日に向かうんですね。うん、そうだよ桃奈ちゃん、そろそろ出発の時間だ。早くしないと乗り遅れちゃう。桃奈ちゃん、早く早く。門野先生、出発進行ですね。天竜二俣駅を出発した列車は天竜川の鉄橋を走るんだ。わあ、天竜川の上を走るんだ。うん、そうだよ、これも歴史ある鉄橋だよ。音がかっこいいですね。さあ、次に森のトンネルを抜けると高台の駅フルーツパークに到着。そしてそして、フルーツパークから宮古田川を抜けていくのが絶景ポイント。うわー、綺麗ねえ。こんな絶景なかなか見れないよ。ねえねえ桃奈ちゃん、ちょっと外見てごらんよ。門戸先生、これは風光明媚な沿線ですね。天浜線に乗ってみないと味わえないです。モノちゃん、意外と難しい言葉知ってますね。さ、まもなく金指駅に到着。到着です。この旅の中間地点ですね。ちなみにこの金指駅は昭和39年まで遠州鉄道奥山線のホームとしても使われていて、当時の写真を見るとね、ほら、連絡用の跨線橋があるでしょ。金指駅は歴史ある駅なんですね。そうだよ桃奈ちゃん。さ、三日日に向けて出発進行。桃奈ちゃん、ちょっとあれ見て。
あれは何ですか？あれはね、昔の奥山線の名残なんだよ。昔のものが残っているんですね。すごい。さあ、錦ヶ駅を抜けていくと、わあ、奥浜中が見えてきましたね。きれい。さあ、次の浜名湖作名駅はとっても有名なスポットなんだよ。何が有名なんですか？この駅は秋から冬にかけてユリカモメが群舞する駅として有名なんだよ。確かにカモメさんがいっぱいですね。ねえ、カモメさん。さあ、そろそろ3日目に到着だ。モンド先生、猪花湖もすごく綺麗ですね。そうだね、モモナちゃん。西の終着駅、3日目に到着。ここまでおよそ1時間の旅。さあ、モモナちゃん、どうだった？ゆっくり流れる風景を楽しめたので、すごく面白かったです。先生もモモナちゃんが楽しんでくれてよかったよ。確かに天浜線にはこんな魅力いっぱいの世界が詰まってたね。天浜線に乗った気分になってもらえたでしょうかね。本当に可愛い、ほっこりする映像でね、なんか見てると乗りたくなっちゃいますね。乗りたくなりますよね。今回お届けしてきました開通80周年天浜線の魅力、いかがでしたでしょうか？80年の、ね、歴史もあるって素晴らしいことですけれども、国登録有形文化財、あれだけたくさんあるっていうことにすっごく感動しました。素晴らしいね。いや、本当そうですね。では桃奈ちゃん、今回の授業のまとめ作ってもらいたいなと思います。モンド先生、わかりました。しっかりまとめていきます。桃奈のまとめ。今日モンド先生は天浜線について授業をしました。昔は天浜線を国鉄二俣線と呼んでいて、列車も蒸気機関車から今の列車に変わっているのを初めて知りました。今も地元の大事な足となっているので、とても貴重な列車だと分かりました。桑原桃奈。桃奈ちゃん、しっかり学ぶことができましたね。花丸です。それでは次の授業もお楽しみに。浜松なるほどアカデミー。さあ、授業はまだまだ続きます。学園長、2時間目は続いては教えて浜松市長です。今回は家康公浜松城築城450年についてお話を伺っています。こんにちは、片川のり子です。こんにちは、浜松市長の鈴木康智です。市長、今年は徳川家康公が浜松城を築城して450周年ということなんですね。素晴らしい記念の年だと思うんですけれども、浜松城について詳しく教えていただけますか？浜松城というのはですね、家康公がいわゆる若い頃ですね、ここを拠点にですね、活動したお城でございまして、浜松城を居城にですね、活動している間にですね、天下統一のですね、基礎を築いたんですね。浜松に来るときはね、たった5万石のちっちゃな大名だったんですけども、浜松城を拠点にですね、約17年間浜松で活動したんですが、そこから駿府江戸へ行くときにはですね、もう100万石を超える大大名になってたんですね。そういう意味では浜松城というのはですね、家康公にとって、次の大きなステップの、足がかりを作ったお城なんですね。その後の江戸時代もですね、浜松の城主を務めると、江戸幕府へ戻ってですね、老中になったり、出世をしたもんですから、今で言うとですね、浜松支店長を務めると、東京の本社へ戻って役員になるようなもんですね。で、大変縁起のいいお城ということで、出世城というですね、お名前をいただいたんですね。ということで私たちはそこに目をつけましてね、浜松を出世の街としてね、そこからキャンペーンを、スタートをしたんですね。でもお城自体はですね、昭和33年に、市民の皆さんのですね、寄付をもとに今の天守閣っていうのが作られておりまして、
まあ、あの公園と一体化してですね、まあ、浜松の市民の皆さんにとっては、まあ、憩いの場でありますし、またあの市にとってはですね、まあ、重要な、はい、まあ、観光資源にもなってですね、まあ、年間20万人の観光客の方がですね、浜松城を訪れているという施設でございます。浜松城築城450年を迎えるにあたり、浜松市ではいろいろな事業を展開されるそうですね。そうですね、あのまず浜松城の中身をね、全面リニューアルしたいと思ってますね。だいぶですね、あの展示物も古くなったりですね、しておりますので、まずはその展示のですね、模様替えをしたりですね、展示物自体を見直してですね、全面的に変えていきたいと、まあ、見応えのあるですね、展示物なんかもですね、いろいろとこれからまた、設置をしていきたいと思いますし、はい、まあ、最新技術、例えばですね、VR、バーチャルリアリティのですね、技術を使ったですね、展示でありますとか、まあ、いろいろそういうですね、新しい技術もですね、駆使をしていきたいと。それからまたあの天守閣のですね、あのリニューアルだけではなくて、まあ、あの市内にはいろいろとですね、家康公にまつわるですね、場所がいっぱいあるんで、はい、そこをこう散策できるですね、家康の散歩道というですね、はい、コースが作られてるんですけども、はい、まあ、そのスポットスポットにですね、の設置看板をこれもリニューアルして、ね、多言語化をしたりですね、はい、QR コードをつけてですね、それをこうかざしていただくとですね、いろんなこう説明が聞けたりとかですね、まあ、そういうデジタルを駆使したですね、はい、いろいろ模様替えもしていきたいというふうに思っておりまして、はい、さらにですね、魅力がアップするようなですね、仕掛けを考えているところでございます。この他にもまだまだ築城450年を記念した事業があるそうですね。はい、まあ、今年はですね、さまざまな事業にですね、築城450年というですね、キャッチフレーズをつけて、まあ、そうした事業をですね、はい、継続をしていくとともにですね、さらに多角的にですね、展開することを予定をしています。まあ、すでにあの浜松駅のすぐ近くにあります、観光案内施設である浜松魅力発信館ゲート浜松では、浜松城の歴史などを紹介したパネルや、浜松城から三方ヶ原の戦いに出陣する当時31歳の家康公をほぼ等身大のですね、はい、サイズで再現した 3D 肖像などを展示をしております。今後は秋に開催予定の浜松城公園祭りの中で歴史イベントを開催するなど、築城450年を市内外にアピールしてまいります。また浜松城の発掘調査を継続的に行っておりますが、多くの成果も出ています。10月には博物館で特別展の開催を予定をしておりまして、ここで浜松城発掘調査の成果をご覧いただけますので、まあ、ぜひご期待をいただきたいと思います。はい、築城450年をみんなで、市民みんなでお祝いする雰囲気が高まっていきそうですね。はい、今ご紹介しましたザ・ゲート浜松など、あの施設によっては閉館している場合がありますので、浜松市のホームページでご確認ください。ここからは市長自ら質問にお答えいただきます。お答えしましょうのコーナーです。市長の日常やプライベートにも迫ってみたいと思います。市長よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。本日は浜松市立富塚中学校2年生からの質問です。はい、市長お答えくださいね。はい、それではお答えしましょう。では質問です。家で過ごす日が増えているので、いろいろな映画を見てみようかと思っています。市長の思い出に残っている映画作品やエピソードがあったら教えてください。はい、ということです。そうですね、はい、幼稚園の頃でしたかね、はい、野原というですね、はい、映画を見ましたね。これはね、ウィーン少年合唱団を描いた映画だったんですかね。はい、うん、まあ、とてもいい作品で、子供心にもですね、僕もこういうね、はい、合唱やってみたいなって思ったんですね。でその後ですね、浜松にも合唱団があるということを知りましてね、今のジュニアクワイア、当時はですね、浜松児童会館少年音楽隊って言ったんですけどね、はい、それに試験を受けることにしましてね。で3年間、はい、ずっと小学校の頃にね、合唱やってたんですね。そうなんです。それは野原という映画を見たのが、はい、きっかけになったんです。以上お答えしましょうのコーナーでした。さてそろそろお時間も迫ってまいりました。はい、市長から浜松市民の皆さんにメッセージをお願いします。はい、今年はですね、浜松城築城450年という節目の年となります。これを機会にですね、家康公をはじめとする、徳川の歴史とですね、
浜松市というのは実に、いろんな深い、ゆかりがございますので、まあ、そうしたことをですね、ぜひ、多くの皆さんに知っていただくような取り組みをしていきたいというふうに思っております。まあ、特にあの天守閣、浜松城のですね、シンボルであります天守閣のリニューアルにつきましてはですね、最新技術を、駆使するなど、全面的にですね、変えていきたいと思いますので、ぜひご期待をいただきたいと思います。また浜松城の発掘調査等を通じてですね、どんどん、その歴史を深掘りしながらですね、魅力を発見をしていきたいというふうに思っております。またあの築城450年だけではなくてですね、2年後の、2022年にはですね、あの三方ヶ原の戦いから450年というですね、これまた節目の年を迎えます。家康公がですね、唯一大きな敗戦をしたということで、歴史的にも有名な三方ヶ原の戦い、まあ、家康公の歴史はそこからスタートしているわけですけども、まあ、その三方ヶ原の戦いもですね、ぜひ検証していきたいというふうに思っております。これからもですね、いろいろこうした歴史的な資源を活用して市を盛り上げていきたいと思いますので、ぜひ市民の皆様にですね、いろんな形でご協力をいただいたりですね、またご理解をいただくようにお願いを申し上げたいと思います。ぜひ大いに期待をしてください。まだまだ私たちの知らない家康公のお話ですとか、浜松城の歴史が埋もれていそうですよね。はい、とにかく出世の城浜松城と、はい、それから出世の町浜松ですから、そうです。まあ、家康公は浜松時代がなければ天下を取っていないわけですからね。はい、家康公にとってはもう最も重要な時代なんですね。はい、もうそこをぜひですね、これからもしっかり訴求していきたいと思います。はい、今年の築城450年を記念する事業、ますます楽しみにしたいと思います。はい、市長ありがとうございました。はい、ありがとうございました。市長からのメッセージ、皆さんにも届きましたか？さあ、門戸先生、続いて3時間目は、はい、懐かしの市政映画、今回は1968年のハイライトをご覧ください。貨物駅の区有地式が2月15日市体育館で関係者600人余りが出席して行われました。貨物駅の移転は東海道線を高架にする前提となるだけに、出席者の喜びもひとしお。平山市長と国鉄の松本岐阜工事局長が工事の安全を祈って力強く杭を打ちました。今の貨物駅は市の中心街にあって輸送能力が少ないばかりでなく、新しい都市づくりに大きな妨げとなってきています。45年の完成を目指して森田町に建設される新しい貨物駅の一日も早い完成が期待されています。全国で8代目、静岡県では初めてという珍しい肺炎発泡消防車が11月25日浜松市にお目見えしました。火災保険号と名付けられたこの消防車は日本損害保険協会から浜松市に寄贈されたもので、1分間に300立方メートルの煙を吐き出す装置と400立方メートルの泡を発生する装置を備えています。最近地下道や高層ビルが増え、ビル火災なども心配される浜松市にとって、この新型消防車は消防活動に大きな力となることでしょう。
今回の浜松なるほどアカデミーいかがでしたか？それでは次回もお楽しみに。バイバーイ。